今回は年齢によっての講師の始め方をお話したいなと思います。もし皆さんが20代でも講師をやりたい、全然 OK ですよ。若いからダメってことはないです。ただしやはり講演とかになってくると結構ね、年配の人は言います。なんでこんな若造の話聞かなあかんねん。だけど逆に企業さんとかによったら、若い人たちに、例えば新入社員とかには若い子たちの話がいいよなっていう人もいるんです。やっぱりいきなりね、おじさまが出てきたら、もう若い子とかやったらなんでこんなおっちゃんの話聞かなあかんねんっていうことにもなるかもしれない。だから別に若いのが悪いわけじゃないです。ただし私は20代のメンバーで、これから講師になりたいっていうメンバーには、一つの方法として研修会社に登録するのもいいよという話してます。なんでか、研修会社っていうのはきちっとしたコンテンツを持ってます。こういうふうに研修したらいいよっていうね、それをちゃんと学んで、あ、こういうふうに研修したらいいんだとか、こういう事例を話したらいいんだっていうのを学ぶっていうのは一つかな。でもどうしてもやだ、型にはまりたくないっていうことであれば、年配の人に向かって今の若者の考え方とか、今の若者のトレンドはどれか、これからの若者に仕掛けたかったらどうすればいいかみたいな話をするっていうのも OK です。これでめちゃめちゃ人気が出る講師なんていうのもあります。まあ、最近だったらね、やっぱり若い子たちの方がメタバースなんか詳しいです。メタバースでどうやって集客するかなんていうのをね、話している20代30代もいます。一方、定年になってから講師をやりたいっていう方も結構おられます。もうそんなお金はいらんけれども、60過ぎて定年になったら大谷さんみたいに講師をして若い子にいろんなことを言いたいんだ、いやいやいや、若い子は説教は聞きたがりませんと私は話してます。で、何よりももし本気で定年になってから講師をやりたいと思われるんであれば、私は50ぐらい、いやひょっとしたら50前ぐらいから準備をしてくださいっていう話をしてます。いきなり60になってやるぞって言ってもなかなか難しいです。特にいきなりね、講演するぞ、いきなり若い子に喋るぞって言われたって、なんでこの人の話聞かなあかんねんっていうことになるんで、でも40ぐらいから若い人たちの勉強会とかに行って、ね、どういう話をすれば若い子たちに受けるのかな、今の若い子たちはどんなことを考えてるのかな、できれば私は言ってます。若者にご飯おごれと、ね、あれなって、10年後にはな、講師になりたいからな、俺の初めてのセミナーの時には来てくれよ、これも大事です。そしてね、例えば定年前になりましたと、若い子たち集めてね、何百人のセミナーして、それを研修会社とかに見てもらう、わ、この人こんなに若い子たちのファン持ってるんだ、この人こんなに素晴らしいファン持ってんねやと思ったら、ぜひぜひうちの研修会社に登録してください、うちの講演会社にね登録してくださいっていう話だってなります。ですから定年後講師をしたかったら、やっぱり40代後半から準備するって大事ですよと。実際私の周りの講師たちは、50代から講師をしようとしたメンバーはやっぱり40代から準備してました、ね、定年になってから講師しようと思ってるメンバーはやっぱり50代からいろんな研修に行ったり、いろんなコンテンツを学んでました。だから年齢によってやり方、スタートの仕方ってのは変わります。じゃあ60の方が、こんな俺も手遅れなのか、そんなことはないです。もし皆さんが例えばプロジェクトマネージメントをしてました、海外でビジネスしてました、やはり商社なんかだと実際に海外で活躍した人の話を、これから海外
に行く子たちに聞かせたいなと思ってたりします。ただその時に私はアドバイスしてます。海外での失敗談を語ってください。俺こんな勘違いしてて海外で失敗した、で苦労話してくださいと。ただ単に海外ビジネスの話じゃなくって、あなたが生きてきたこと、苦労したけどこんないいことがあったよとか、こんな感動があったよ、そういう話をねしてくださいと。なぜか、やはり今メーカーさんとか商社さんとかは海外に行きたがらない若者たちがどうしたら海外に行ってくれるかっていうのを実際悩んでおられたりします。アメリカとかヨーロッパだったら結構希望者あるらしいんです。あ、行きます、ヨーロッパやったら行きたいです、アメリカやったら行きたいです。ところがアジアは嫌とかね、アフリカは嫌とか、中東は嫌っていう若者も結構多いらしいんです。そして私たちね、こう商社の人事部の方と喋ってると、親も、いやもうそのアジアの山奥の方に行くんやったらもう会社辞めたらええわとかね、もうアフリカやったらもう辞めといた方がいいわって意外と親も言っちゃうと。でもこれからっていうのはやっぱりアジアとか中東とかアフリカって商社にとってもメーカーにとっても大事なお客さんであったり、大事なビジネスパートナーだったりするんです。ですからそういうところで活躍されてきた方はもう講演の宝庫なんです。確かにきっと苦労あったと思うんです。なかなか人間関係でつまずいたり、うまく現地の人が動いてくれなかったり、でもそういう苦労もあったけどこんな感動もあった、でこんな時こうやったらうまくいったんだよみたいな話がねいっぱいあったら、あるだけライバル会社からもオファーが来ることがあります。それからもう一つ、いやいや俺は海外経験もないし日本の会社でずっといてて人事やってたなんていう方は、他社向けに採用のコツとか、採用がうまくいった例、うまくいかなかった例、それからこれからの採用はどうしていったらいいかみたいなのは勉強してください。そういう話をすると、やっぱり採用っていうのは普遍のテーマなんで、こういう話がちゃんとできると中小企業であったり、これから伸びていこうとしている会社に対して話をすることもできます。ですから60になったからって手遅れじゃない、今までのしっかり棚卸しをして自分の経験を生かした講演や、そこに今度はコンテンツを学んでいただいて、自分の経験とコンテンツを合わせて汎用性を持たせて研修や講演をしていただくといいと思います。何歳からでも講師はできます。そんな話を今日はさせていただきました。